はい、今日もあなたで百姓記ということで、本日は2018年の12月12とか3とか、よくわかんないですけど、今日はいい天気ということで、さあ何やってるかと言いますと、お手伝いの愛さんと一緒に小屋作り、パイプを打ち込んでおりますということで、死の子の言ってないで打ちます大丈夫そうですか。はい、じゃあ行きますということで、この柱を打っていきます。よっこらせ、行きます。よいしょよいしょ、どうですか、大丈夫そうですか。こう平行見ながら、平行見ながらまっすぐこう打ち込んでいくですね。まあもう目分量でね、うちはこうやってやっとるわけですが、よいしょよいしょ、いきます。深さはね1メートルぐらいは打ち込みたいので、2メートルのパイプを1メートルまで打っていきます。どうですか、全体のねバランスを見ながら、まっすぐね立ってるかどうかをこう見ながらね、いいかな。もうちょい気持ちこっちじゃないですか大丈夫ですか。まあまあまっすぐならいくぞ。あ、大丈夫ですか。はい、いきます。入っていってるか。よいしょ、入っていってますかね。いまいち。いきます。なんか入っていってない気がするな。入ってます。大丈夫ですか、はあ、疲れてるからそう思うだけね、はい、よいしょよいしょ、大丈夫ですか。よいしょ、もうちょい、いきます。もうちょっと入れんとダメですからね。もう10センチぐらい、はい、もう10センチぐらいだそうで。うやうや、どうすか。どうすか、だいたいいいですか。ワンショットで5ミリですから。ワンショット5ミリ20ショットで10センチね。なるほどね。できるだけね深く入れたいですからね。ワンショット5ミリね、なかなかそう言われると力がな力が出ない。入ってない。まあ石かなんか硬いのがあるのかな。
じゃあここまでか。下がってな。はあ、じゃあここまでしましょう。はあ、はあ、はあ、ということで、はあ、これで決めちゃってください。それでちょっと上げていきます。ということで、はあ、はあ、これね、単管パイプでこうやってね、はあ、組んでいきます。今日これできるだけね、骨組みをやって、骨組みをやって、でもって明日ね、明日がまあ明日出荷日だから無理だから、今週末ね屋根が打てればというふうに思います。ということで、伝わったんでしょうか。今日は小屋作業小屋組み立てているね、骨組みをやっているね、役所の辺どうでございました。それではまた。